ンクーバーアッキーでーす。さて、突撃ホテルシリーズ第2弾ということで、ダウンタウンのですねホテルに来ています。でここのホテルどこかというと、はい、そうアパなんですけれども、ここのホテルコーストコールハーバーホテルバイアパというね、ホテルなんです。アパと思われると思いますけども、もともとはあのコーストホテルチェーンで、フランチャイズとそれからマネジメントを合わせると北米に38もあるんですね。でそれがですね2016年に経営権がアパグループに移りまして、そこから、アパグループがハンドリングしているということになっています。でその38の中の5つが、このバイアッパブランドというふうに位置づけられているんですけれども、設備などをですねリノベーションしたりをしているということなので、今日はそちらの方を探検しに行きたいと思います。日本にたくさんのですアッパファンの方もいらっしゃると思いますので、外国このバンクーバーのアッパがどんなものかどういう感じなのかっていうのを一緒に見に行きましょう。それではレッツゴー。はい、ではですねお部屋の中に入ってきました。今私がいるお部屋がツインベッドルームのお部屋で、クイーンサイズのベッドが2つ並んでいます。そしてもう外はねもう開放的に見える、空間になってまして、このすごいこう窓が大きいので、バーッとねカーテン開くとすごく明るいです。中の設備は基本的に必要なもの最低限全部揃っているということです。それから今やはりコロナのね、政策もあってですけども、ちゃんとサニタイザーペッパーが用意されていますし、あとは冷蔵庫ありますね。空の冷蔵庫ですがこちらに準備してありますので使うことができます。そして、こちらの上にはコーヒー、紅茶のセットがあるので、これも宿泊している方は無料でね、もちろん使うことができます。そして見てください、この大きなテレビ。これ普通のこのね、このサイズレギュラールームでこのサイズのテレビがあるっていうのがすっごくね、珍しいと思うんですね。からもうこの大きなテレビでこちらのねテレビも見れるし、さらにです、さらに44番、チャンネル44番を押すと、なんと日本語のチャンネルが見ることができます。でやっぱりね日本語チャンネルあるとホッとすると思いますし、2泊3泊する方いらっしゃったら、やっぱりたまにはぼーっとね日本語のチャンネル見ながらね、のんびりしたいなっていう時間もあると思うので、すっごくこれはいいサービスだと思います。じゃあ次は、バスルームね見てみましょう。はい、ではですねここがバスルームになります。大きさはこんな感じです。はい、ですねまずねこう見ていただきたいのが、これもねこっちのホテルではすごく珍しいんですけれども、ウォシュレットのタイプのトイレです。でここのホテルは、ウォシュレットタイプのトイレがありますよっていうこともやはりサービスの一つにしてますので、これはね特にねアジア系の方々には喜ばれるかと思います。サービスですね。そしてバスタブがあって、シャンプーとかもすごい、ここ大きなシャンプーリンスボディウォッシュが置いてありますね。でこちらの上にもハンドウォッシュボディローション等々が置いてあってあります。で、あと、さらに嬉しいことに、ここでは使い捨てのスリッパも常備していてくれるので、やっぱりね、こう入るというホテルのお部屋の中でも、スリッパを履きたいっていう人いらっしゃると思うんですね。そういったところも、やはりアパさんならではの日本のね、日本的なサービスなのかなと思いますね。はい、ではまた違うお部屋に行ってみましょう。はい、では次がですね、キングサイズのベッドがドーンとねあるね、ワンベッドのね、お部屋の方に来ています。でここはですね、ベッドがドーンとね大きい分、もともとが
と広いので、やはり両方ともスペースがねこうたくさんあって、すごい、やばい、わかるかな、このベッドの大きさ一人でも泊まれるし、二人でも泊まれるし、ご夫婦プラス一人お子様でも泊まれるね、はい、ベッドのねサイズです。でここは、はい、やはり大きなね、はい、テーブルに冷蔵庫と、それからこちらね、コーヒー紅茶のサービスがあって、やはり大きな、はい、テレビがドンとあります。あ、ここは、まあ、あのよくこちらのホテルにあるんですけども、コネクションルームって言って、お隣の、ね、こうお部屋と、まあ、つなげられるよっていうようなお部屋もやはりホテルにはありますので、例えばおじいちゃんおばあちゃん世帯とか、親戚一同でなんか泊まるっていう時には、まあ、そういったねあのお部屋をリクエストされてもすごく使いやすいと思います。はい、では次いきます。はい、ではバスルームです。バスルームも先ほどとこうね同じサイズかな、はい、快適なですね広さになっていて、オシュレットがあって、シャープレスも全部ね、アメニティも全部揃っています。はい、はい、次はプレミアムルームにお邪魔してます。見てください、このソファ、あー気持ちいい。でここプレミアムルームはレギュラーのルームよりも一つね一ランク上のねお部屋になります。大きなベッド、キングサイズのベッドと、それから、このねソファーがソファーベッドにも、なります。またこの部屋は大きなキングサイズのベッドが一つなんですけれども、その他のお部屋として同じカテゴリーのプレミアムルームでベッドがもう一つ、大きいのがね、ここに置かれて2ウィンのお部屋になっているところもあるそうです。で、こちらはですね、コーナー、今いるところがコーナーのお部屋で、もう窓がねこう両面にあって、もう本当に光がたくさん入ってきて、なおかつ景色がノースバンクーバーの景色もすごく綺麗に見えるお部屋になっています。で、あのお部屋の様子はカメラワークがズグンとですね回ってくれるので、ちょっとそれでね見てみてください。すごくねあの快適な広いお部屋です。はい、ここがプレミアムルームのバスルームです。そうですね、バスルームは基本的にパパさん何こう変わりがなく、あの必要なものをきちんと揃えていて、コンパクトにまとめているといったような感じで、設備されています。はい、ここ5階にティンフィットネスセンタースイミングプールがあります。ではこれから入ってきます。はい、ここはですね、ジムになってまして、宿泊の方たちが使えるようになっています。今やはりあのコロナ感染の、ね、対策ということで、6人まで入れますよ、で何人までがこのマシン使えますよということで、ルールがきちんと、ね、敷かれています。安心してできますよね。はい、ジムからですね、そのままドアを開けて開けていきますと、もうこの外にのプールが設置されています。カエルがキラ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 してますけども、外のプールですね、はい、あとはあちらの方にジャグジーもあるので、ちょっとジャグジーも見に行きましょうか。はい、ここがジャグジーです。いやもう今日ね天気いいし、もうこの空越してこのジャグジーに入っていっぱい飲みたいですね、いっぱいアパホテルの3階に今います。で今日は皆さんにご紹介したいところを一つがこちらです。さあここから中に入っていきたいと思います。では皆さん一緒に行きましょう。Here we go。 こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。久しぶりです。はい、私はですね今アパホテルのですね、中にあります、サナティオスパというところに来てます。で今日はですねオーナーの美香さんにもしね、お話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ美香さんここ、はい、すごいねこのメニュー見たらたくさんいろいろとあるんですけれども、はい、一番の
人気は。人気はですね、はい、小顔のソフトコルギという、日本でね、結構小顔マッサージっていうのが流行っているんですけど、それをバンクーバー、カナダで、に持ってきてですね、カナダ全土探していただいても、本物の彫刻美容ソフトコルギという、顔のマッサージを受けていただけるのはここだけだと思います。これすごく人気で、皆さんリラックスされて、で、お肌改善とか、お顔を小さくされて帰ってかれますね。そうですね、あとお体のマッサージとかもやられてるんですね。そうですね、ボディも入っております。ボディはリラクゼーションのココナッツオイルマッサージだったりとか、はい、オイルを使わない日本の整体マッサージ、ストレッチ系ですね、ストレッチと、あとツボ押しが入ってくるようなマッサージも、うん、まあ、リラクゼーションでご用意しております。なるほどね。こう日本語で喋って日本人のオーダーでっていう、こうサロンがね、こうそんなに多くはないので、その中でね活躍されてる美香さんです。ちなみにここのサロンは、今ちょっとコロナ禍ですけれども、うん、気をつけてらっしゃることってどんなことを気をつけてらっしゃるんですか？そうですね、まずうちでは徹底的に消毒管理をさせていただいているのと、お客様ご来店の際には必ずボディテンプチャーチェックですね、体温調整だったりチェックだったりとかしていただいて、でなるべくお客様に接する直接触らせていただく、うん、サービスですので、お部屋に入った際には私たちフェイスシールドというものをつけさせていただいて、お顔が近い状態でも大丈夫なようにお客様に安心を持っていただいて手術させていただいてます。万全ですね。はい、はい、ということで皆さんね、安心して、もしバンクーバーに来ることがあって、もうスパが大好きという方はいらっしゃってください。宿泊者の方じゃなくても、はい、もちろんローカルの方に、はい、もうたくさん来ていただいておりますので、日本語でも電話で対応させていただいております。なのでぜひね、はい、じゃあ詳しいのはことは概要欄に貼っておきますので、皆さんね読んでみてください。ではあとはカメラワークでザザッと中をですね撮らせてもらいますので、皆さんまた今度じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こちら、お茶エリアになっております。お客様マッサージが終わられた際にこちらでちょっと軽くですねお茶とお菓子のご提供させていただいておりまして、皆様マッサージの後にゆっくりくつろいでいただいてお茶を、飲んでいただくエリアになっております。でですね、こちら、お客様入っていただきまして、最初のご案内で足湯をさせていただいております。皆様ここにお立てしていただいて、足湯に浸かりながらカウンセリングシートを書いてもらったりとか、カウンセリングも入ってきますね。こちらとても重要な、一番最初の重要なエリアとなっております。足湯スペースになります。でですね、こちら真ん中に、上半の畳スペースがございます。本来であればここで整体ツボ押しマッサージも可能で、して、あとですね、霊気ヒーリングなども床で行うことが可能になっております。で、扉を閉めます。完全個室となりますので、お客様くつろぎたいという方はこちらでお茶をご提供させていただいております。でですね、トリートメントルームを2つご用意しておりますで、こちら少し小さいお部屋になりますが、こちらメインでお服をフェイシャルの方をさせていただいております。和の雰囲気でリラックスできるような感じですね。こちらはちょっと眩しいんですけれども、ブラインダーの方は下ろさせていただいて、少し広めのお部屋でゆっくりと飲んでいただけるかなと思います。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次はコルギの撮影で、はい、ぜひお願いいたします。はい、行かせていただきます。ありがとうございます。はい、ではまたその時まで。またね。はい、ありがとうございます。はい。